ザカルパッチャ州、ザカルパート州は、ウクライナの最も西に位置する州である。州庁所在地はウジュホロド。州名は、州の位置する地域の伝統的な名称から取られた。ロシア語名は、ザカルパチア州。歴史的に、カルパティアルテニアと呼ばれた地方である。ザカルパッチャ州は、ウクライナカルパート山脈の南西部から越し、カルパート定地にかけての地域。 ザカルパッチャに一致している。ウクライナ人が多く住む地方でありにウクライナの一部でもあった。しかし、カルパティアさんが魅という障壁により、オーストリア帝国、ポーランド王国、ハンガリー王国、チェコスロバキア共和国などウクライナと異なる国家に統治され続けた。9世紀頃には、モラビア王国、10世紀以降には、ブルガリア帝国、12世紀には、 ウラジーミル2世モノマフにより、キエフ大公国、13世紀にはベーラー4世によって、ハンガリー王国のハントに組み込まれた。このため、カルパティアルテニアは、聖シュトバーンの王冠の地の一つとして、ハンガリーの固有の領土であると認識されるようになった。16世紀からはハンガリーは、ハプスブルク帝国の統治下となったが、間もなく、オスマン帝国の支配下となった。 18世紀以降は、オーストリア帝国の一部として統治された。オーストリア・ハンガリー帝国の成立後は、帝国内のハンガリー王国の一部として統治された。1918年、第一次世界大戦で、オーストリア・ハンガリー帝国が敗北し、ロシア帝国もロシア革命で崩壊したため、帝国支配下の民族が、分離独立を始めた。フーストを拠点にする。 ウクライナ人とルシン人の勢力は、西ウクライナ人民共和国に合流し、ドニュプロ地方に成立したウクライナ人民共和国との合同を起訴した。しかし、ポーランドウクライナ戦争により西ウクライナ人民共和国はポーランドに敗れ、結局合同は実現しなかった。サンジェルマン条約とトリアノン条約の結果、コシカルパート地域は、チェコスロバキアの領域になった。 チェコスロバキア時代には資本主義経済が発達した。ミュンヘン会談後にカルパートウクライナはチェコスロバキア内での自治が認められた。そして軍事組織カルパートシーチが設置されるなどこの地域のウクライナ化が進められた。1939年3月15日には選挙によって圧倒的な支持を得た政務がカルパートウクライナの完全な国家的独立を 宣言した。政務は憲法を採択し、国語をカルパート・ウクライナと定め、国家体制を大統領制共和国とし、公用語をウクライナ語に定めた。国旗と国章、国家はウクライナの伝統的な青、キハタとトルイズブ、ウクライナは滅びずとされた。大統領にはアウグスティン・ボロシンが就任した。しかし、3日後の3月18日には、 カルパート・クライナは、ハンガリー軍によって、ほとんどの領域を占拠され、国家首脳部はルーマニアへ亡命、国は滅びた。カルパートシーチは、同年5月まで、武力闘争を続けたが敗れた。ハンガリー王国時代には、ベレグ、ウング、ウゴチャ、マーラマロシュ、シャーロシュ、全プレーン県の各一部の地域となった。 第二次世界大戦末期の1944年11月にはソビエト連邦軍がナチスドイツとハンガリーを破りかつてのカルパートウクライナの地域はザカルパートウクライナの国号のもと独立を宣言したしかしこの国家はソビエトウクライナと合併することになり1945年7月には消滅した1946年には ウクライナソビエト社会主義共和国に併合された。ソビエト連邦の崩壊に伴い同地は新しく成立したウクライナの一部となった。当初はウクライナを離脱しチェコスロバキアへの再併合を求める声もあったがチェコスロバキアがチェコ共和国とスロバキアに分裂したため議論されなくなった。しかし2008年には ムカーチェベにて、ルシン人の民族主義政党が、キンカルパトルーシ共和国のウクライナからの独立を宣言するなど、現在でも、ウクライナ人と異なる民族意識を持つ勢力が多く存在する得意な地域となっている。ハンガリーのオルバーン・ビクトル政権は、ザカルパッチャ州で、ハンガリー人が多く住む自治体へ財政支援を行っており、ハンガリーの国旗が形容されている地域もある。 2001年ウクライナ国勢調査によるデータ。ウクライナ人のほかハンガリー人、ルーマニア人、ロシア人、ロマ、スロバキア人、ドイツ人、ルシン人などが居住する。かつては、ユダヤ人の人口も多かった。なお、ルシン人は、ウクライナ人と合わせて、ルテニア人とも呼ばれる多数民族である。このほか同じく古来からのウクライナ人の一派である、フツル人も、 山岳地域を中心に居住している。ありがとうございます。